年中夢中。コンビニエンスは2000年10月14日から2001年3月17日までテレビ朝日系列で毎週土曜日18時58分20時に放送されたミノモンタ司会のバラエティ番組である。コンビニエンスストアをテーマにしたバラエティ番組として放送された。コンビニチェーン、ポプラの協力のもと実際にコンビニエンスストア、ドンチチを開店し、 大木凡人店長率いるタレント軍団が同店舗で扱う新商品を開発していくという内容であった。実験商品の例として海軍カレーに対抗して陸上自衛隊のレシピで作った市ヶ谷陸軍カレーや平野久間プロデュースの弁当などがあった。しかし2001年2月にコンビニの人気商品ランキングを紹介するコーナーで伊藤園のウーロン茶を紹介した。 再、本番組のスポンサー企業の一社であり、伊藤園とは一部の商品が競合する日本コカ・コーラからの抗議を受け、この騒動が一因となり2001年3月17日をもって放送を終了した。放送終了後も店舗は、ポプラドンチッチ一貝屋店として、ドンチッチの名前を冠したまま2021年1月20日に、 ローソンへの店舗リニューアルのため閉店するまでの20年間営業を続けた。木村が当時19時53分から放送されていたフジテレビ系列めちゃにいけてるのナレーションを担当していた関係上本番組の放送時間前半のコーナーは木村後半のコーナーは根岸氏が担当した。ありがとうございます。